はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、静岡県立総合病院高度救急ドクターカーです。はい、しっかり見ていきます。車種はマツダ CX-5 だね。でフロント周りはこんな感じだね。でマツダのロゴがプリントされてて、ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。でボンネットの部分にはドクターってこうプリントされてて、これは鏡とかで映すとちょうど運転席から綺麗に見えるのかな。でルーフの部分は赤色灯がついてて、検装ってプリントされてあるね。で側面にはドクターカー静岡県立総合病院高度救急救命センターってプリントされてあるね。で後ろの方はマツダのロゴがプリントされてて、テールランプはレッドの塗装になってます。で運転席側の側面はこんな感じです。助手席側と同じデザインだね。でルーフの部分には検装ってプリントされてて、これは県立総合病院の略だね。でタイヤはサスペンションがついてます。であとテールゲートが開閉します。で裏の方はマツダ CX-5 ナンバー82番の2012年の写真になってます。でこの車は実車として存在してるんだよね。静岡県立総合病院にはドクターカーが走ってます。はい、同じ車種の CX-5 で比べてみます。でこっち側の左側が日本赤十字の血液運搬車だね。うん、やっぱりこのホワイトのボディカラーっていうのは医療関係の車にはぴったりだね。でリア周りを比べてみるとちょっとプリントが少なく感じちゃうね。だけどこれは実車がこんな感じだからそれはしょうがないよね。で箱の正面はドクターカーの写真だね。静岡県立総合病院のロゴも入ってます。で側面はこんな感じだね。で裏の方はこんな感じです。発売元は静岡県立総合病院だね。はい、今日は静岡県立総合病院の特注トミカ高度救急ドクターカーを紹介しました。でこの車は実車として存在してるんだけど、静岡に住んでるけど走ってるのは見たことないね。でホームページには実車の写真とかも結構出てるね。でこの特注トミカは発売当初は個数限定で発売されてたけど、ホームページとか見ると今でも県立総合病院のレストランとかで販売されてるのかな。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。